世の中、嘘をつく人間は多くいます。大小問わなければ、私も嘘をついたこともあります。でも、それは皆さんも同じことだと思います。優しさからついた嘘、ごまかすための嘘、様々あります。一番悪い嘘は、相手を利用してやろうとつく嘘です。大概、そういった場合は、同情を引いたり、大きな権力を匂わせることで、信じ込ませたりします。それでは、本日の事件をご紹介させていただきます。後に事件を引き起こす吉田純子は1959年7月10日に福岡県にて生まれます。吉田純子の父親は元自衛官で、除隊後は独立して自動車修理工として働いていました。吉田純子の実家の家計は厳しく、母親も内職や家政婦の仕事をして家計を支える貧困家庭でした。家は6畳と4畳半しかない借家で、純子は4歳年下の弟の真嗣と4畳半の部屋で寝起きしていました。4歳年下の弟は成績が優秀でスポーツもできたため、母親はこの弟ばかりを可愛がり、吉田純子には冷たく当たり、時には口にタオルを加えさせてお尻を叩くといった体罰を与えることもありました。吉田純子は柳川小学校を経て、龍城中学校を卒業します。当時の吉田純子は学校の成績はあまり良くなく、やたらと見栄を張り、友人に嘘をつくといった虚言癖のある少女でした。もしかしたら、生活水準が低いことにコンプレックスを持っていたのかもしれませんし、弟にコンプレックスを持っていたのかもしれません。または、母親からの仕打ちから、別のストーリーを脳内に作り上げていた可能性もあります。その虚言が、本格的に開花しだすのは、高校になってからです。中学校を卒業した吉田純子は1975年4月に佐賀女子高校の衛生看護科に入学します。高校生となり虚言癖が開花しだします。他校の野球部、テニス部、バスケ部などのエース、地元の会社社長の息子、幼馴染などと交際していたと嘘をつき、具体的に相手の名前や交際中のエピソードなども友人たちに話しました。すべて虚言なのですが、周囲の友人らはそうした作り話に騙されていました。周囲が信じたのを良いことに、それを金に変えようと企みます。中学校時代の友達が妊娠しちゃったの。高校生だし、親に内緒で中絶したいから、カンパを願いできない、と持ちかけます。周りは、完全に吉田純子のことを信じきっていたので、そういう事情ならとカンパしていきます。総額数万円ものお金を手に入れたのです。けれどもこの話が先生に漏れ、教師が問い詰めたことで発覚します。吉田純子は停学処分になり、それが影響して吉田純子はこの高校で正看護師免許を取得することができず、準看護師免許のままで卒業しています。吉田純子は高校卒業後に大阪の貝塚市立病院に就職し1年ほど勤めますが、やはり正看護師を目指したいとして地元福岡県に戻り、1979年の春に久留米市郊外にある聖マリア看護専門学校に入学します。準看護師は都道府県が認定する資格で、正看護師は厚生労働省が認定する資格となっており、準看護師は自分の判断で看護活動ができないことから業務範囲が狭くなり、給与面でも正看護師に劣ってしまいます。もしかしたら誰よりも金にがめついがゆえに専門学校に入り直したのかもしれません。この聖マリア看護専門学校でのクラスメートに池上和子と石井ひとみがおり、その1年後に堤美幸が入学します。この4人はどこにでもいるような仲良しグループでした。全員が正看護師の免許を取得し卒業、それぞれが別々の道へと進んでいます。時は経過し、1991年のことです。堤美幸が勤める病院にパート看護師として吉田純子、当時31歳が働くこととなり、再会します。吉田と堤は小学校、中学校と同じでしたが、それほど親しい関係ではなく、
専門学校時代も仲良しグループではありましたが、親密な関係とまでではありませんでした。その頃吉田は夫婦仲の冷めていた夫との間に子供を妊娠していました。その中絶に堤が付き添い、吉田を気遣ったことから交流を重ねるようになっていくのです。一方、堤はその頃既婚者であるスナックのマスターと付き合っていて妊娠してしまうのです。スナックのマスターは既婚者でしたので、喜べる状況ではなく中絶を決意します。中絶をきっかけにマスターと縁を切るつもりでしたが、マスターはしつこく堤のアパートにやってきます。それを吉田に相談します。吉田は自分の知り合いの先生に頼んで始末してあげる、だからもう安心してと述べたのです。その先生は皇族や検察ともつながりがあり、各方面に顔が利き、日本を動かすほどの大物だと吉田は説明します。実際はただの虚言です。吉田は虚言だけで何もしていませんでしたが、偶然にもマスターは堤の元に来なくなったのです。このことにより堤は先生の存在を信じるようになります。同時に日本を動かすほどの先生の力を恐怖しながらも、その力を手に入れたような感覚に陥っていくのです。堤が先生のことを信じたのを悪用します。実はね、マスターはヤクザを使って堤さんを拉致して風呂に沈めてから東南アジアに売り飛ばす計画をしていたみたいなの。危険だし、私のマンションに身を潜めた方がいいよと誘います。実はこの時点で矛盾があるのです。すでに先生がマスターを抑え込んだはずなのに、堤さんが拉致られるわけがありません。ちょっと冷静に考えれば矛盾に気づくことができますが、マスターとの不倫、妊娠などが重なって冷静さを失っていたのかもしれません。堤が吉田と一緒に暮らすようになると、かねてから夫婦仲が冷めていた夫は家を出て行き、親密さが深まった二人は友人関係を超え、1992年3月頃には同性愛の関係となります。堤は当初は拒んだものの、半ば強引に引き込まれてしまったのです。堤は次第に支配下に置かれるようになり、給料やクレジットカードも取り上げられます。1994年6月頃、A は睡眠薬を過剰摂取し、車を運転していて自損事故を起こしてしまいます。事故の直後、薬の影響で眠り込んでしまい、そのまま病院に運ばれ入院します。吉田純子はこの美味しい状況を見逃しません。寝ていて何も覚えていないのであればと病院に行き、事故で人が亡くなったの、このままでは刑務所に服役することになってしまうから、先生に頼んでもみ消してもらったから安心して、でもね、先生にお礼をしなきゃいけないからお金が必要なの。吉田純子はすでに堤の資産を抑えていましたが、事故となれば親から引っ張れるとして、堤の母親から550万円を騙し取ったのです。二人目は石井ひとみ。看護専門学校卒業後も連絡を取り合っていたので、吉田は石井の状況を把握していたのです。石井は1982年に結婚し、夫との間に3人の男の子を授かっていました。1994年3月、夫の借金や浮気癖に呆れ、石井は子供を連れて実家に帰っていました。夫は以前、吉田と交際しており、石井夫婦が知り合ったのも吉田の紹介だったのです。石井が実家に帰ったことで、今まで住んでいたマンションを1000万円で売却します。これを知った吉田は、石井をロックオン。劇団、吉田を結成します。作戦としては、堤に、夫にお金を騙し取られた女性の設定で、石井に電話をかけさせ、吉田が石井に接近し、交渉人となり、お金を奪い取る、というものでした。早速、実行に移すと、計画通りに物事は進み、吉田は数回にわたり、総額750万円を奪い取ることに成功。石井は交渉人をしてくれた吉田に感謝し、信頼するようになったのです。ここで、堤どうしたって思いますよね。自身も先生で信じ込まされ、交通事故のことで金を奪われているわけです。普通なら、劇団員にさせられた時点で気づくべきですが、
すでに洗脳状態にあったのかもしれません。3人目は池上和子。1990年頃、池上和子が吉田の近所に引っ越してきたことで交流を再開するようになります。内向的で友人もいない池上でしたが、不思議と吉田にだけは何でも話せるとして大切な親友と思っていました。しかし吉田の方はそれほどでもなく、どちらかといえば内心嫌っていたのです。かつて吉田は池上と同じ病院で勤務していたことがありました。1996年2月、吉田はその勤務先の看護師の A 子が池上に損害賠償請求をするつもりでいるという作り話をします。 A 子は池上が言った悪口のせいで破談となり、やむなく別の男と結婚した。ここまではある程度は事実で、実際に池上は当時 A 子をいじめていました。頭の中を罪悪感でいっぱいにすることで信じ込ませます。ここからが吉田の真骨頂です。結婚した男はひどい男で、日常的な暴力により彼女は障害児を出産。今では悲惨な生活を送っている。そして、すべての不幸の原因は池上にある。だから訴える、と話したのです。普通なら、他の人と結婚を選んだのは A 子だから、池上に責任がないことは明らかです。さらに言えば、暴力と障害児の因果関係を調べるのは困難とも言えます。看護師ならば、そこに目が行くと言えますし、あくまで夫婦間の問題です。けれども、池上はいじめていた事実と不幸な姿、そして平穏無事に暮らしたいという思いから、吉田を信じきってしまったのです。ここで再び、劇団吉田の登場です。石井に、A 子の交渉人役として池上に電話させます。池上は、交渉人から電話が来たことで、本当の話なんだと信じきってしまったのです。そしてここで登場するのが吉田です。私に交渉人をやらせて、完全に常套手段です。池上は父親に1100万円を借りて吉田に渡します。けれども交渉人吉田は、それだけでは示談は成立しないとして、1年間で合計2800万円もの大金を奪い取りました。池上には夫がいて、池上の様子がおかしく問い詰めると、残高がすっからかんなわけです。そこから夫が家計を管理するようになり、交渉人として現れた吉田に対しても、十分払いましたのでもう無理ですと突っぱねたりして、吉田と口論することもありました。普通なら2800万円も奪い取れたのでここで手を引きますが、連戦連勝で信者を作ってきた吉田はプライドの塊と化していました。これが地獄の入り口となるのです。それにしても、石井も完全に信者になっていますよね。交渉人、相手からの電話。自分が受けた被害、そのままの手口です。普通なら加担するどころか、金返せってなります。それでは、ここから、本当の地獄を説明させていただきます。一人目の被害者。1998年のある日、池上から、吉田に相談が入ります。池上の夫は愛妻家ですが、女性から人気があり、お金の問題もあったことから夫の浮気を心配して相談をしたのです。吉田としては、以前に歯向かってきた池上夫のことがムカついており、どうにかしたいと考えていたので、絶好のチャンスでした。お金も命も奪ってやろうと保険金殺人を計画します。再び劇団吉田の発動です。実はね、交渉していて気づいたんだけど、残念だけど、すでに浮気しているわよ。浮気だけならまだしも、その女と一緒になることを考えているんだけど、離婚となれば、慰謝料や養育費も必要でしょ。逆に、あなたと子供を交通事故を装って、保険金5000万円手に入れて、そのお金で愛人との生活費に充てるつもりなの。池上は、心から愛している夫に裏切られた気持ちでいっぱいになりながらも、愛妻家の夫がそこまでのことをするとは思えず、心が揺れていました。吉田劇団は次のステップに移ります。こっそりと池上の車の中に睡眠薬を仕込んでおいたのです。それを偶然見つけたふりをして池上に見せるのです。池上も正看護師なので、
薬を見た瞬間に睡眠薬だと気づきます。吉田はとどめのセリフを言います。これを使うつもりだったのね。その一言が池上の脳裏に突き刺さり、狼狽します。精神異常に近い状態の池上に、身を守るしかない。あなたしか子供を守れないの。あなたがやるしかない。数日後、吉田は深刻な顔をして池上の元に向かいます。この揉め事に関わったことで、うちの長女が拉致されたの。これは完全に劇団吉田です。A 子との交渉をしてくれ、今までいろいろ面倒を見てくれたのに、夫か、その関係者が吉田の家族にまで手を出すなんてと、責任を感じ、決意したのです。吉田、堤、池上の3人は計画を練ります。最初の計画は、カリウムを1ヶ月間にわたり多量摂取させて、急性心不全を起こさせる作戦でした。しかしこれはうまくいかず、夫の体調に変化はありませんでした。仕方なく3人は睡眠薬で眠らせた上でカリウムを注射して心不全を起こすという計画に変更します。1998年1月22日、午前0時、3人は計画通り眠らせた池上の夫にカリウムを注射する。しかし何度やってもうまくいかないので、吉田は空気を注射することを提案したが、これも失敗。結局仕切り直すことになりました。翌23日午後11時半ごろ、帰宅した夫に池上は睡眠薬入りのビールを飲ませて眠らせます。そして池上は吉田と堤が見守る中、何の日もない夫に15回に分けて大量の空気を注射。夫は病院に搬送されたが、疑われることはなく計画は成功。そして保険金3500万円が妻である池上に支払われました。池上はこのうち3450万円をはじめ、遺族年金など夫の死によって得た金のほとんどすべてを吉田に渡します。こうして吉田は総額1億1000万円以上を池上から奪ったのです。次のターゲットは石井でした。石井が吉田に750万円を騙し取られたのが1994年のことでした。その後、石井は大川市に移ったことで二人は疎遠になったのですが、1999年正月に吉田がキャラクター電報を送ったことがきっかけで付き合いが再開します。時期的に見て、池上の夫の翌年なので、完全に味を占めています。ここでも、劇団吉田が結成されます。2月下旬、吉田が石井の家を訪問したとき、古林玉江と名乗る女から電話がかかってきます。女は、石井の夫には愛人がいて、貢ぐための金を複数人から騙し取っている、自殺した人までいると言ったのだ。完全に洗脳された池上が、古林役をしていたのです。そこで登場するのが、吉田。交渉役は私に任せてと。前回、交渉を吉田に任せていたことから、今回も頼むことにします。池上の件で大金を手に入れた、吉田の狙いは、石井の夫の保険金でした。古林さんと話をしてきたんだけど、騙し取られた遺族の恨みは相当で、夫の命で償ってほしいっていうの。しかも、相手が何人もいて、全員が決定事項として言ってきたの。石井さんの旦那は、借金して女遊びをして、愛人まで作って、首が回らず、詐欺までやって、あなたを苦しめるだけよ。もう生きる価値なんてなくて、抹殺されて当然なのよ。吉田は、幾度もそれを繰り返し伝えます。石井は実際に、借金問題で苦しめられ、夫に対して不信感を募らせていたこともあり、真実として受け止めてしまうのです。吉田は洗脳が完了した瞬間に、手を下すのは、石井さん、あなたよ。石井に実行の誓約書を書かせます。1999年3月27日、午後6時ごろ。石井は、子供のことで話があると別居中の夫を呼び出し、睡眠薬を混ぜたカレーライスを食べさせて眠らせます。そして午後10時ごろ、吉田ら3人を招き入れ、石井が鼻にチューブを入れ、アルコールを大量に注ぐはずでしたが、手が震えてうまくできません。そこで、堤が代わり、チューブを差し込み、ウイスキーを一気に流し込んだのです。
こうして吉田は保険金3257万円を手に入れ、さらに報酬として夫の退職金から3000万円を取っています。得た金で吉田は新しいマンションに移ります。自身はマンションの最上階に住み、家具も高級品を揃えました。他の3人には下の階の別々の部屋に住まわせ従えます。この頃から吉田は先生の代役に昇格したとして、3人に自分のことを吉田様と呼ばせます。そして身の回りの家事や子供の世話、父親の介護まで、全てのことを3人にさせます。吉田は女王様のごとく君臨していました。総額2億円もの大金をせしめた吉田でしたが、贅沢三昧の生活ですぐに使い切ってしまいます。そこで次のターゲットが必要となってきます。目をつけたのは堤の母親です。当時82歳で糖尿を患っていました。インスリン治療をしていたので、血糖下降剤を飲ませれば一発です。堤に薬を渡し、飲ませてきなさいと命じるが、堤にはできませんでした。そこで白羽の矢が立ったのが石井でした。吉田は石井の夫の被害者からさらに4000万要求されていると脅していたのです。もし堤の母をやれたら、その4000万円は帳消しにしてあげると言いくるめて実行役にするのです。普通に考えれば、要求しているのは遺族であって、そんな権限吉田にないことくらいわかるものですが、すでに支配されていた石井にはその判断能力がなかったのです。そこで探偵に扮して堤の母の家に行き、書類を見せます。その隙に首に注射器を刺し、薬剤を打ち込もうとしますが、堤の母は暴れ出し、揉み合いになった結果、石井は走って逃走。堤の母はもともと吉田を怪しんでいましたが、この一件でさらに警戒を深めていき、堤へ連絡を取り出すようになります。それを危惧した吉田は堤の母に堤に扮して絶縁状を送りつけ、堤の親戚から孤立させます。吉田は石井の失敗を許しません。石井の父は300坪の土地を所有していたので、それを売って金を作ってきなさいと恫喝します。石井は困り果てます。今まで助けてくれていたはずの吉田が逆に脅してくる。しかも親の土地を売却しろとまで。そこで叔父に相談をします。叔父に言われ、2001年8月2日に久留米警察署に行き、夫殺害については伏せた上で、夫の浮気の後処理で脅迫されていると相談したのです。それを知った吉田は狼狽します。共犯者である石井が警察に行くなど一切考えていなかったのです。今まで実際に手を汚してきたのはお前らだ。石井が書いた誓約書もある。それをばらまくぞと書いた紙を石井の自宅へファックスし、車のワイパーに挟んだりして脅しました。これで口封じはできたと思っていましたが、8月5日に石井は叔父に連れられ警察に行き、全てを告白したのです。警察はすぐに捜査を始め、2002年4月17日に吉田純子、堤美幸、池上和子の3人を逮捕。石井は自殺未遂を起こしたため、少し遅れて21日に逮捕されました。その後吉田は極刑、堤は無期懲役、石井は懲役17年、池上は裁判の途中で子宮頸がんを発症し、享年43歳でした。